なった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 。昨日さ、朝の3時に町田警察署に行き、えぐいぜえぐいぜ。家に着いたの朝の、そっからずっと警察の中にいて、何時に終わった？じゃあ、あれだわ、2時半か。2時半から5時半までずっと警察。警察、マジでずっと、3時間。3時間。ちょっと今ちょっと、これ言えねえんだけど、内容はさ、ただ今被害届を出してるんですよね、ちょっとあることで。で、想像にお任せするんですけど、どういうものかっていうのは。ただね、それをいろいろ調べるっていう段階、いわゆるソースですよね、どういう被害なのかとか、どこまでの範囲なのかとかって、どういうSNS とかどういうツールなのかとかっていうのをさ、全部こう今出してるんですけど、それを携帯からスキャンしたりとか、自分の本当にどこ、何月何日どこで生まれて、どういうとこで育ちで、どこの学校にいて、どこの勤めがあって、どういう今活動してるかとか、全て全部ライフレビューをね、話す形があって、いや、なんかそう、ツイッターで俺も見たんだけど、とりあえずこういう触れろよとかってバカ、とりあえずあれな、とりあえず、バカがくたばれ、触れてくださいだろ、バカ、誰がてめえ見てたクズは、やだよ、めんどくせえ、だってどうせ明日配信するんでしょ、俺も知らねえよ、明日配信するんでしょ、純一、そんでいいじゃん、知らねえよ、俺は昨日ただでさえ不機嫌なのに、今日な今日だってな、10時から床屋だったんだよ、でそれで警察にずっとこの話聞いて、で髪もなんかこんなになっちまうしさ、なんかあれなんだよ、でなんかさ、腹のなんかあれなんだよ、なんでこうなっちまったんだ、なんでだよ、なんか北朝鮮のなんか あれみたいになっちまってんだけど、なんか人みたいになってんじゃねえかよ、ですごかった、本当にねえ、そう、またちょっとあれするわ、ちょっとどういう状況かって言えねえんだけど、また愚痴らしてくれ、とりあえずちょっと明日俺岩手行ってくるんで、そう、明日岩手行ってくるんで、ちょっと時間、明日明後日はちょっと配信大事で、明日明後日は日帰りじゃない、明日参り当日で次の日帰ってくるって感じ、はよ不倫に触れるよ、配信でさ、本人が話すって言ってんじゃん、本人が俺は知らんよ、何も、何も知らねえ、ただツイッターの写真見ちまって、なんか顔を見た時に、なんかこういう風になんか顔をやってるところのやつがなんかこうやって
純一がブーって笑ってる時の純一みてえで、ちょっとそこだけ笑っちまった。なんかこれあれだな、ブーみたいな、あの気まじい笑いしてる時のあのみたいな、あの 悪魔の笑いっていうか、なんかブーみたいな感じの、それにちょっと似てんなと思った。本人が話すっつってんだからさ、その辺なんかあの変、あれは知らねえよ。うん、だかららしいね、しげさんも八夫来るって聞いたわ、なんか急遽参戦みたいな感じで、あの連絡来たわ。裏手の八幡大使ってとこだね。うん、そう、髪型どうしてくださいって言ったの。髪型はあのまあなんかあの2、3センチぐらい切って周りカッてすいてくださいって言ったら、なんかオッケーって分かったって、松本くん今日はちょっとね秋っぽくしてみようみたいな感じで、うん、なんかこんなになっちまった。うん、そう、美容師に最後これでいいですかって言われた時は、俺はねあのほらどうします、セットしてきますか、あ大丈夫ですっつって、そのまま帽子かぶって美容院の人が、あれお気に召さなかったですかって言って、そんなことないです、あのまあ残暑が暑いんで帽子かぶって帰ろうかなと思ってっつって、うん、そう、そんな感じでしたね。うん、